いただきます。どうも、パンケーコと岸井亮太と申します。今回は、スプラトゥーン2には追加されなかった武器、まあ、最後ですね。最後の武器値セレクション。ダイナモローラーバンドを使っていきたいと思います。この武器は、スプラトゥーン2では、ダイナモローラーベッチューが登場したために、ダイナモローラーバンドとしては登場しなかった武器で、サブがチェイスボム、スペシャルがメガホンレーザーということで、1の時ではね、僕、ダイナモ使いだったんですけど、ワンでもダイナモ使いだったんですけど、使うところをね、結構選んでる武器でしたね。基本、普通の無印ダイナモローラーを使って、アルワナとかだとダイナモローラーテスラを使ったんだけど、ホッケとかモンガラに関しては、ダイナモローラーバンドっていう風に使い分けてて、今ちょうど前回のね、なんだっけ、ベント、スプラチャージャーベントの続き、で撮ってるんですけど、ちょうどモンガラとホッケなんでね、このダイナモローラーバンド光るっていうことで、これ使っていきたいと思います。それでは、じゃあ行きましょう。ほい、それではモンガラキャンプ場ガチャゴテでやっていきましょう。だって前回の動画から、一回、動画回せないところでもやったんですけど、モンガラしか来てない。モンガラしか来てね、彼これ5000連続ぐらいモンガラしか来てね。どういうこと？わあ、ちょっと相手チャージャーいる。じゃあ2のさ、癖みたいなもんでさ、相手の編成を見ないだよね。見る癖をなくしてしまった。本来見とかないといけないんだけど、やっぱ。なんかいるね。ああ、先っぽだけじゃやれない。いや、攻撃がいるのかなって思っちゃうな。さあ、ここで俺のメガホンがうなれ、うならずうならないんだけど、メガホン全くうならない。あー、そっち撃ってくるの。ナイス、ありがとう。ありがとう。味方が強い。味方が強い。ただそれだけ。ナイス。やばい、味方が強い。ただそれだけ、本当に。本当にそれだけ。当たんない。当たってるのに死んでくる。ねえ、2だったらやれてるよ、それ。本当に、ワンのダイナモってこんな弱かったっけ？もっとドッシャンバッシャンやれてた気がするんだけど。いやー！フルタイミングが思ったより遅かった。ワンのダイナモこんな弱かったっけ？ダメージ。なんか調整入った？もしかして。2出て、調整入った？僕の思ってるダイナモのイメージと違うんだけど。あれ ?2 のダイナモがもしかして強い？なんか、やれる距離の体感が、やれないんだけど、っていうか、メガホンで全然やれない。メガホンってなんだ？メガホンとは。あっちにチャージャーいるからな。で、ダイオウイカ。あ、痛い。もうダメだ。ダメだ、ボケ。ナイス。ステルスジャンプか。そう、自分はステルスジャンプするけど、相手のステルスジャンプを全然警戒しないね、やっぱり。ガチホコの爆発で死んだりしないよね。いやー、もうそうなるよね。
ほら。本当にチャージャーだけやめて。もうあのチャージャーを支援で倒す。ただただ僕の支援で倒す。それだけ。ナイス！登れない、ナイス！登れない。叩き倒す。よし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 。いいよ、こういうこと。これがダイナモだ。これがダイナモローラー。マジで楽しい。ナイスー。ふぅ、逆転勝利気持ちいいな。だって、全然ホッケをやってないんだけど。全然ホッケやってないし。そしてメガホンも全然使えてないんだけど。メガホン全然使えず。オッケー！ホッケルト来たなんか、2に比べると、なんか、なんだろうな、圧迫感みたいなものを感じるけど、なんかでもちょっと、広い感じする？そんなことないか。あ、でも狭いね。通路は狭い気がする。あ、どうなんだろう。わかんないな。だってまず、メガホン貯めよう。いや、ホッケの不当はね、ホッケの不当は、これはホッケ不当だ。ホッケ不当は、モンガラに比べて、さらに、ちょっとミスっちゃった。相手の食い棒にビビってミスっちゃった。さらにメガホン強いから。ほら。ナイス。いいよ。これでやれない。これでやれない。これでやれないの。おかしいよ、そんなの。ナイス。いいよ。これやって、さ、全然45なら返せる。ビーコン、えらいところにたくさん置いてますね。さあ、メガホン。ここに1枚いる。よし。あごめん。リッター強い。しかしながら、ホッケフトも、ナイスリード。うわぁ、その方向持ちうまい。ホッケフトもね、ステジャン結構強いので。うわ。危ねえ。ダイナモ感あるわ、これ。これはダイナモ使ってる。ナイス。ガチホコの爆発で倒してますね。さあ、ここはメガホンで、やれない？それでもメガホンやれない。僕のメガホン、殺傷率 0% なんだけど、やれないの今の。マジか。僕のメガホン、殺傷率 0% なんだけど、マジで。悲しいんだが。そのメガホンは、外役って言っちゃダメ。極悪。そのメガホンは極悪ですね。はい、チェイス。ナイス、いいよ。今のデュアルやってくれたのかな。一枚やって。じゃあじゃあくそ。チャージャーきついな。チャージャーきついな。で、味方がかなり落としてくれてるので、まあ行きましょう。ナイスナイスナイス。ここ持って、前に行きましょう。いいね、そのメガホン。やらバケツがね、食い込んだんだよね。食いぼついてんだよね。強くない？バケットスロッシャーのさ、食いぼやばくない？
いやー相打ちにしかならん。な、どんだけこっちフリーになっても、一人残ってくれてるのありがたいの。あいつか。一人前線残ってくれてるから、捨てジャンでループできる。ありがたいことに。オッケー、一枚やって。メガホンでマジで一人はやりたいんだけど。どこに打てばいい？ここ！やった！やっと一人やれたんだけど。もう、それこれだよ？これがワンのバケットスロッシュやばくないっすか？マジで。最強でしょ？その武器。マジで。やばい！当たんない！あのバケツとかいう武器さ、2で出たら即ナーフでしょ？即弱体化来てますわ。ナイスー！最後決めたかったけど、決めれず。ナイスー！なんか終始味方強かったわ。ははは。というわけで、今回はダイナモローラーバンドを使ってみました。これで、2に追加されなかった幻の武器手セレクションシリーズは終了かな？終了ですね。ほとんど終わったし。まあ、あとやるとしたら 3K スコープをちょっと紹介するかなってぐらいです。いや、1ね、やっぱね、楽しかった、これ。楽しいんだけど、マジで。で、やってた時にでも使ってない武器とかはね、久々っていうか初めて使ってみたんですけど、なんか、使っててもよかったかもしれないなって思ったりもしました。それでは、ごちそうさまでした。またね。バイバイ。